平成23年8月8日月曜日、朝衆議院予算委員会に出席し、外交安保等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、国際連合のパン事務総長の表敬を受けました。9日火曜日、長崎県長崎市の平和公園で開催された長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典に参列しました。66回目の原爆の日を迎えた式典には、被爆者や遺族らおよそ6000人が参列。また過去最多の44カ国の代表も出席し、犠牲となった方々の冥福を祈りました。今回はアメリカの代表も初めて式典に参列し、また福島県からも瀬戸貴則福島市長やいわき市の中学生が招待されました。黙祷。原爆が投下された午前11時2分、長崎の鐘が鳴り響き、参列者は1分間の黙祷が行われ、田上市長による平和宣言、被爆者代表の松尾さんによる平和への誓い、長崎市城山小学校の児童による合唱の後、菅総理は挨拶しました。私は日本国政府を代表し、唯一の戦争被爆国として究極的な核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け、日本国憲法を遵守し、非核三原則を堅持することを誓います。式典後、長崎市内のホテルで被爆特使11名と懇談、活動報告などを受け、続いて被爆者代表から要望を聞く会に出席、5団体の代表者らから要望を受けました。その後、恵みの丘長崎原爆擁護ホームを慰問しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、第18回となる原子力災害対策本部会議を開催しました。10日水曜日午前、衆議院決算行政監視委員会に出席し、平成20年度決算ほか2件について締めくくり総括質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。午後、衆議院財務金融委員会に出席し、平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案について審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、月例経済報告等に関する関係閣僚会議に出席しました。その後、第7回となる一人一人を包摂する社会特命チーム会合に出席し、社会的包摂政策に関する緊急政策提言について話し合われました。11日木曜日、参議院予算委員会に出席し、集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、予算編成に関する閣僚委員会を開催し、中長期財政フレームなどについて話し合われました。来年度以降、3年間の歳出の大枠などを定める中期財政フレームの改定作業がまとまりました。今回の中期財政フレームは、震災復興と財政健全化という2つの課題を両立させるものであります。この中期財政フレームを決定の上、これに基づく
24年度予算編成に向けた準備作業についても数期全力を挙げて、言っていただきたい。続いて第8回となる経済情勢に関する検討会合に出席し、当面の経済見通しと経済財政の中長期展望について話し合われました。12日金曜日午後、総理大臣官邸で原子力安全規制に関する組織の見直しについての関係閣僚会議に出席し、原子力安全規制に関する組織の見直しについて話し合われました。保安院による原子力安全規制部門を経済産業省から分離し、環境省の外局として原子力安全庁を設置し、そのもとに原子力安全規制に関する業務を一元化するということをこの会議で決定させていただきました。その後、JA 福島代表者による要請を受けました。続いて国と地方の協議の場に出席し、国と地方の協議の場、分科会及び社会保障・税一体改革分科会の運営規則を決定し、子ども手当の制度の在り方について協議が行われました。